ケンバ、ハンス、ケンバ、ハンス、ケンバ、ハンス、賢いを意味する、クルーガーや、クレバーをつけて、と呼ばれるは、人間の言葉が分かり計算もできるとして19世紀末から20世紀初頭のドイツで話になった、オルロフトロッターシュの馬である。実際には、観客や飼い主が無意識化で行う微妙な動きを、察知して、答えを得ていた。1891年頃から、 飼い主のビルヘルムン・オーステンラによってハンスどのようにして答えを得ていたかが解明された。観客や飼い主、出題者、その場に合わせた、誰にも問題がわからないように出題する、あらかじめ紙に書かれた問題を出題者が見ずに出する、あるいは出題後直ちに立ち去ると、ハンスは正解を出すことができなくなったのである。つまり計算ができるのではなく、 周りの雰囲気を敏感に察知することに長けた馬だったのある。今日ではこのような現象をクレバーハンス効果と呼び観察者期待効果として後の動物認知学に貢献した。二十世紀のヨーロッパではダーウィンの著作が発表された直後で動物の認知に深い関心が抱かれていた。ハンスはビルヘルム・ホン・オーステン教の持ち馬である。今日は、 ギムナジウムの数学の教員であり、馬の調教師でもあって、かつ現在は否定されている、骨操学や、その他神秘的なものを信じていた。今日によるとハンスは加減乗除と分数ができ、時間も日付も分かり、音階も理解していて、さらにはドイツ語の読み書き理解もできると言われていた。今日が、もし8日が火曜日なら、次の金曜日はいつかねと質問すると、 ハンスは歪めを鳴らして答えるという。その質問は口頭、筆記を問わなかった。今日はハンスをドイツ中に紹介し、見るのに料金を取らなかった。ハンスのその能力はニューヨークタイムズに掲載された。関心が高まり、ドイツ教育委員会は今日の主張の検証を申し入れた。哲学者であり、心理学者でもあるカール・シュトンプはハンス委員会として知られる。 評議会に、獣医師やサーカス団長、獣医兵隊隊長、教員ら、ベルリン動物公園園長などを招いた。13人からなる、この評議会は1904年、ハンスの能力に、誤尾は見当たらないと結論した。評議会は、この結果を、フングストに通知した。彼は、ハンスの能力の根拠を、以下の方法で検証した。十分な回数テストを行って、 フングストが得た結果では、質問者が今日である必要はない、詐称ではないことが証明されたが、馬が正しく答えられるためには、質問者が答えを知っておりかつ見える位置にいることが必要だった。今日が答えを知っているときは、馬は89%の確率で正しく答えたが、そうでないときは6%しか正当しなかった。フングストは、次に、 質問者の身振りを詳細に観察し、ついに、馬がひずめで叩く回数が期待された回数に近づくにつれ、質問者の体勢と表情が次第にこわばり、最後の一叩きの瞬間に、その緊張が解放されているという点を発見した。馬は、この合図を判断の手がかりに使っていたのだ。馬の社会システムでは、群れの他の個体の姿勢、体勢、重心移動などが重要であり、 ハンスが今日の体制の変化をたやすく読み取れた理由はここにあったのだろうと想像できる。今日は自分がそのような合図を送っていることなど全く意識していなかっただろう。しかしそのような読み取り能力は馬に固有のものではない。そこでフングストは馬の立場に人間が立ち質問者の質問に足のタップで答えるテストをさらに行った。結果、 被験者は90%の場合正解することができた。なお、今日もハンスも残酷なほどに感触持ちであった。今日は馬が失敗するたびに怒り狂う傾向があり、ハンスは実験中、フングストに幾回も噛みついたようである。こうして公式にハンスの知性が否定された後も、今日はフングストの発見を気に留めることなく、ハンスを ドイツ中に紹介して回り、ハンスはその度に大観衆に迎えられたようだ。そして1909年に今日が亡くなるとハンスは何人もの人の手に渡り、おそらくは第一次世界大戦に投入されたと考えられている。1916年より後の記録は残っていない。クレバーハンス効果が問題となる事項として、警察犬による周期選別が挙げられる。 警察が警察権を用いた周期鑑定を行う際、クレバーハンス効果によって、警察権が周期の感知ができたかどうかではなく飼い主である指導主の顔色を伺って判定してしまうことが考えれる。その場合、警察の持つ事件への予断を上塗りする判定結果とならざるを得ず、冤罪に寄与する恐れがある。クレバーハンス効果の可能性を否定できないとして、 周期鑑定の信用性が否定された結果、無罪判決が下された事例もあり、周期鑑定には指導者によるクリバーハンス減少の可能性を排除した厳密な運用が求められている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。